般的に女性というのはお気持ち以上のものを表現しない人が多いって言われたんですよ私。だけどアベプラに出ている女性コメンテーターはみんなそれ以上のものをきちんと喋れる人ばっかりだって言われて、もう二重にプレッシャーをかけられて、夫が普段 MC をしている場所に来るという、ね、それ以上にあの居心地の悪いものは最後ひろゆきさんに最後ひろゆきさんに一言じゃあ金曜日ひろゆき君頑張ってください。いや優しいねもう